はい、今回はですね家具紹介ということで、結構コメント欄とかにこの家具どこのですかとか、あとは値段とかも聞かれていたので、この動画で詳しく話していこうと思います。で、今流れてると思うんですけれども、この家具たちは全部プチプラで、大きい家具でも1万円以内とかの家具が多いので、これから新生活始める人とか、また家具揃えたいなっていう人はぜひ参考にしてくれたらいいなと思うんで、ぜひ最後まで動画をご視聴ください。それでは行ってみよう。はい、まず最初なんですけれども、こちらのハリネズミの振り子時計なんですけれども、ニトリで購入しました。価格が1843円でめちゃめちゃ安いですよね。この足が歩いてる感じすごいキュートで気に入ってます。続いてこの下の絵なんですけれども、これはね DIY で作ったんで、この写真とかは自分で撮影してアプリで加工してやったやつなんで、かかってもこのフレーム代100円だけですね。この絵なんですけれども、 Amazon で3840円で購入しましたね。これは有名な画家のバンクシーという人の絵で、実際に買ったら何億円とか、もうめちゃめちゃ買えないんで、これは Amazon でね安く購入しました。いいですね。次にこのテレビ台なんですけれども、これは楽天のアイリス大山で購入しました。価格が7388円で、この大きさにしてはめちゃめちゃ安いと思います。この台は55型のテレビまで対応で、広々と使えますね。近くで見るとこんな感じです。まあ難点としては、これ組み立てるのに結構時間かかりましたね。1時間半ぐらい、女性の方とかだったら2時間以上かかると思うんで、そこはちょっと注意した方がいいかもしれないです。テレビ台の上にはアレクサのエコードットがありますね。これはアマゾンで、セール中に買ったんですけれども3000円で買いましたね。これはもう1台あるだけでめちゃめちゃ便利なんで、セール中だったら買うことをおすすめしますね。部屋の片隅にあるこの本棚なんですけれども、こちらはニトリで購入しました。価格は800円ほどで、1000円以内でこのクオリティのね、ちょっとおしゃれな感じの本棚が買えるってなかなかないと思うんで、おすすめです。この本棚だけだったらちょっと味気なかったんで、上にこちらもニトリで購入したパキラが載ってますね。こちらが952円で、こちらも1000円以下で買いますね。どっちかって言ったら本棚の方が安いっていう、ちょっとわけのわからないことになってるんですけれども、この緑のね本棚の上にポツンとあるだけでちょっとおしゃれですよね。で、続いてこのガラスのテーブルなんですけれども、 Amazon のあずまやっていうところで9880円でした。このガラスのテーブルって結構高いんですけれども、 Amazon で安いの探してたら、たまたまあずまやっていうところで1万円以内で見つけられたんで、即購入しました。耐久面も結構あって、今のところ全然、安さの割にはすごいクオリティを出してくれてると思います。ただガラスのテーブルはホコリがつくんで、1日1回は水拭きした方がいいと思います。このタンブラーは5枚入りで100円。次にこのソファーなんですけれども、楽天の快適インテリアというところで16800円で購入しましたね。このソファーはだいたい8ヶ月ぐらい使ってるんですけれども、今のところ破れもないですし、座り心地も満足してますね。で、ソファーとかで寝たい人とかは、ちょっとここ木だと頭とか乗せられなくて困ると思うんですけれども、こういうクッションがあれば、ここにねクッション立てて頭を置けば全然寝れるんで、ソファーで寝たいっていう人でもおすすめだと思います。で、このソファーなんですけれども、ニトリで購入して、このクッション自体が727円で購入して、緑と茶色のこのカバーが740円です。なぜかカバーの方が高いです。で、横にちょこんと乗ってる猿はちょっと価格はつけられないですね。プライスレスです。ソファーの横にあるこのサイドテーブルなんですけれども、こちらはニトリで購入しました。価格は1843円で、色が茶色と白がありましたね。自分はもちろん茶色ということで、こんな感じで
置いています。ガラスポットの観葉植物なんですけれども、ニトリで571円で購入しました。で、この茶色のゴミ箱なんですけれども、これは5年前ぐらいに購入して、ちょっと値段は忘れちゃったんですけれども、ニトリで700円以下で買いましたね。ちょっとこのレザーの感じがおしゃれで、5年間使ってるんですけれども、全然傷一つなくて持ってくれてますね。あと10年以上は使えますかね。で、このウッディのテーブルなんですけれども、Amazon のノースオレンジというところで購入しましたね。品名がアイアンフレームのダイニングテーブルで、自分が持ってる家具の中で一番高いですね。値段が 18,500 円でした。この若干カフェっぽいテーブルに憧れてて、このテーブルは値段を気にせず購入しましたね。で、このちょっとさっきぶつかっちゃって揺れてるんですけれども、このカーテンをニトリでちょっと名前忘れちゃったんですけれども、一つ800円とかで買いましたね。なんで2つで2000円以内に収まってます。こういう風にこの棒を回すと光が差すような感じの構造になってるので、結構気に入ってますね。で、ここにワンポイントとしてあるウォールグリーンなんですけれども、 Amazon で2000円で買いました。 Amazon 木島ウォールグリーンで検索するとおそらくこれが出てくると思うんですけれども、ちょっと今調べたら在庫切れで今買えるかどうかはわからないんですけれども、こういうふうに壁にちょっと緑を足すだけでもなんかすごいワンポイントになって、お気に入りのポイントでもあります。で、この観葉植物なんですけれども、こちらもニトリで購入して、ドラセナっていう観葉植物ですね。大きさが125センチで、まあ、購入するときにどこに置くか考えた方がいいと思いますね。結構大きいんで、家の主としてちょっと置いとくのもありなんじゃないかなって思いますね。で、続いてラグの紹介なんですけれども、このねちょっとアジアンチックな感じのラグなんですけれども、こちらは楽天の旅する雑貨店っていうところで購入しました。いかにも旅がしたくなるようなラグなんですけれども、こちらの値段が2398円でした。このラグの端っこがちょっとこういう紐がついててお気に入りです。で、続いてこの緑のラグマットなんですけれども、 Amazon のグラムスタイルというところで4980円で購入しました。こんなにモフモフなのに洗えるっていうところがいいですよね。ここで寝れるくらいめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。で、最後にこのカーテンなんですけれども、こちらはニトリで購入して一番安いカーテンを購入しました。価格が2000円くらいでめちゃめちゃ安くて、生地もねしっかりしてて、柄もちょっとウッディーな感じでめちゃめちゃ気に入ってます。で、最後に部屋を見渡すとこんな感じでね、茶色と緑で統一させてますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はリビングだけに特化して家具を紹介してみました。こうして見てみると一つ一つの家具めちゃめちゃ安くて、社会人1年目の自分でもこれだけ揃えられたんで、みんなも購入できるような範囲の家具だと思います。まだ他にキッチンだとかいろいろ家具とかあるんですけれども、機会があったら紹介していこうと思います。で、まあ、これからもねこういう家具紹介の動画とかもたくさん出していこうと思うので、今回ちょっと参考になったなって思う方はチャンネル登録お願いします。それではさようなら。